一心切磋琢磨の胸の奥まで届くようなメロディー奏でる。許すも何も、本日付で斎藤は新選組に復帰するんだよ。え？いや、ちょっと待った土方さん、俺たちとしては嬉しい頼りだけどよ。そんじゃ御両英治っつうか伊藤派の立場はどうなるんだ？まずそこから訂正を。俺はもともと伊藤派ではない。斎藤君はな、都市の命を受けて患者として伊藤派に混じっていたんだ。なんだ、はじめくん、僕に内緒でそんな楽しいことをしてたんだね。さっきは肝が冷えたぜ。近藤さんたちも人が悪いよ。極秘だったのでな、黙っていてみんなにはすまんことをしたな。安心するのはまだ早い。この半年、俺は御両英治として活動を続けていたが、伊藤たちは新選組に対し明らかな敵対行動を取ろうとしている。敵対行動とは、表現からして穏やかではなさそうだね。伊藤のやつは幕府を貶めるため羅刹隊の存在を公にしようとしてやがるんだ。そのために薩摩と手を組んだって話もあるな。そしてより差し迫った問題がもう一つ。伊藤派は新選組局長暗殺計画を練っている。御両英治はすでに新選組潰しに動き始めている。坂本龍馬が暗殺された件は聞いたか？ああ、何でも俺がやったとかいう話になってるらしいな。聞いてるんなら話は早い。その噂を流したのは御両英治の連中だ。紀州藩の三浦九太郎が新選組に依頼して原田に殺させたってな。三浦には身に覚えがねえらしいが、噂を鵜呑みにした馬鹿が俺たちを襲ってこねえとも限らねえ。三浦の警護は斎藤に頼むことになる。事情を知らねえ大使連中から見ると、斎藤は伊藤派から出戻りしたようにしか見えねえだろうからな。わきまえています。ほとぼりが冷めるまで
俺はここにいない方がいいでしょう。羅刹隊の存在を公にするだけでなく、近藤さんの命まで狙ってると来た。残念なことだが、あの男には死んでもらうしかねえな。うん、うん、やんごえまい。まず伊藤を近藤さんの別宅に呼び出す。接待には俺も回る。その後、伊藤の死体を使って五両絵師の連中を呼び出し、切る。実行隊は、新八、原田、お前らに頼む。土方さん、僕は誰を切ればいいんですか？お前は寝てろ。相変わらず変な咳をしてやがるし、体調も悪いんだろ。斎藤もまだ数日はここにいるから、相手をしてもらえ。近藤さんを殺そうとしてる人を暗殺するのに、僕に見せ場をくれないつもりですか？恨みますよ、土方さん。五両絵師はこれで終わる。平助を呼び戻すつもりならこれが最後の機会になるだろう。なんだ。それはもちろん助けるに決まって。歯向かうようなら切れ。
そんなはずがないだろう。歳だって本心では助けたいと思っているんだ。同じ志を持って江戸から登ってきた仲間を殺す命令を下して平気でいられるはずがないだろう。君の立場ならああいうのが当たり前だ。英介はみんなに慕われているのだな。長倉君、原田君、局長ではなく近藤勇として頼む。平助を見逃してやってくれ。できるならタイに戻るよう説得してほしい。なあ、分かってるさ。あいつの命が俺たちの腕にかかってるってわけだな。責任重大だ。これで皆自分の役割は確認したな。もし質問があるなら今のうちに言っておいてくれ。手伝うと言っても今回の仕事は池田屋や金門の変の時とは違うんだよ。君はこんな役目には関わるべきではない。
こんなところで何をしている。一人で出歩かないよう言われているはずだが。いや、今はそんなことはどうでもいい。大変な知らせが入った。時間が惜しい。広間に人を集めるから手伝ってくれ。掃除は休んでいるようだったから呼ばなかったよ。構わないかい？はい、問題ありません。それより、ことは急を要します。島田君たちがまだですが、先に話しましょう。もしや、伊藤さんの暗殺に失敗したのかい？いえ、それ自体は成功です。我々は伊藤の死体をおとりに五両絵師を油小路へとおびき寄せ包囲しました。ですがその際、長倉さんたちと五両絵師双方を包囲する形で横槍が入りました。おそらく薩摩の連中です。敵の数はこちらを大きく上回っていたが、おそらくあの方々ならばしばらくは持ちこたえてくれるはずだ。早急に援軍を送らなければならないね。動ける者は私と島田君と。大変です。鬼が襲撃してきました。こんな時だからかもしれないね。状況を説明してくれ、島田君。襲ってきたのは例の三人組かい？いえ、刀を持った細面の男一人です。確かあれは刀。風間千景か。羅刹隊ということは、撃って出たのは三男さんか。彼は今どこに？あちらです。まがい者の力など所詮はこの程度。哀れなものだな。生まれ変わって出直してくるがいい。他の雑魚よりは多少はマシだが、所詮はまがい者の剣にする。
雪村君、君は下がっていろ。あいつは我々が抑える。